お母さん、抱っこ。はいはい。お母さん、お茶飲ませて。えらく今日は甘えん坊さんね。まるで赤ちゃんみたい。今日の花子は赤ちゃんなんでし。8歳はもう赤ちゃんじゃありません。まあそんな日もあるんですよ。甘えたい日が。お母さんも花子に甘えていいよ。さすがに35歳だし赤ちゃんにはなりません。へえ、つまんない。花子もお母さん役やりたい。でも花子をぎゅうしてるだけで癒されてるわよ。そう？お役に立てて何より。じゃあ寝ましょうか。花子、こんなお話はどう？60歳の胎児。ここはチリ。一人の30代の女性が突然の腹痛に苦しんでいました。どうしたの、カタリナ？ううん、なんでもないわ。顔色が良くないけど具合悪いんじゃないの？我慢できないなら病院へ行った方がいいんじゃない？全然大丈夫よ。チリ中部の貧しい家庭に生まれたカタリナ。大人になってからもその暮らしは変わりませんでした。体調に異変を感じたものの病院へ行く余裕などありませんでした。体調が悪い時に病院へ行くというのは生まれてからずっと当たり前のことではなかったのです。病院にかかるなんてそんなお金ないに決まってるじゃない。具合が悪くても我慢して何とかやり過ごす、それがカタリナにとってはいつものことでした。30代のある日、突然始まった腹痛。その痛みは日を追うごとに増していきますが、カタリナは決して病院へ行こうとしませんでした。我慢、我慢。何日経っても腹痛は消えませんでしたが、次第に痛みを抱えたままの生活に慣れていったのです。しかしお腹は異様に膨らんでいるし、触れば確かにしこりを感じるようになっていました。今日は歩くのもつらい。でも夫に心配かけられないわ。家のことしなくちゃ。しかし夫のマルコがカタリナの異変に気づきました。カタリナ、なんだかお腹周りがだいぶ太ったんじゃないか。ええ、どうしてかしらね。あ、そういえばニクソンのところは昨日3人目が生まれたそうだよ。あら、そうなのね。男の子だったってさ。うちも早く子供が欲しいな。そうね、私も本当に子供が欲しいと思ってるの。あれ、顔色が悪くないか？どうした？なんでもないわ、いつも通りよ。カタリナは痛みのことを誰にも話しませんでした。たった一人でその痛みと悩みを抱えたままやり過ごしていました。カタリナとマルコ夫婦は子供が生まれることを心から望んでいましたが、なかなか恵まれないまま月日が経ってしまいました。ニクソンの息子は来月結婚式だそうだ。月日が経つのはあっという間だな。うちはとうとう子供には恵まれなかったな。ええ。子供ができなかったことを二人は寂しく、とても残念に思っていました。神様はどうして私のもとへ授けてくださらなかったんだろう。痛みが始まったあの日から60年以上が経過しました。カタリナはもう90歳。夫のマルコはすでに他界していました。そんなある日、自宅で。キャー、いった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 。カタリナが転んでしまったのです。ちょうど近所の男性が訪ねてきました。カタリナばあちゃんいるかい？どうしたんだ？今、転んでしまって、ここが痛いの。肘か、大変だ。骨が折れてるかもしれん。病院へ連れて行くぞ。高齢のカタリナ、さすがに心配ということで病院へと運ばれました。幸い骨折ではなさそうですね。
おそらく痛めているだけかとは思いますが、高齢ですし転んだということで念のため他の部分も怪我をしていないかレントゲンを取りましょうか。はい。そしてレントゲンに映ったものとは。なんだ、お腹のこの部分は腫瘍か。いや、腫瘍にしては何かおかしい。カタリナさん、肘の痛みは骨折ではありませんでした。そうですか、よかった。安静にしていれば大丈夫です。ただ気になるのが腹部のこの部分なんですけど、外から見ても明らかに膨らんでいますよね。腫瘍かと思ったのですが、腹部の痛みなどは今までありませんでしたか。痛み？ずっと痛いですよ。どのくらい前からでしょうか。もうよく思い出せないほど若い頃から。そうですね、私が30歳くらいからだったと思います。今90歳ですが、それから今までずっとこの状態だったんですか。はい。医者から何も言われませんでしたか。病院へ行ったことはありませんでした。大体の不調は我慢すれば治っていたので。それに病院へ行ってもし大きな病気だと分かっても治療を受け続けるだけの余裕はありませんでしたから。そうなんですか。しかしこの腹部は気になりますね。もっと詳しく調べてみましょう。はい。そして医師が詳しく調べると、なんとカタリナの膨らんだお腹には死亡して石灰化した胎児がいることが判明したのです。カタリナさん、腹部のしこりは腫瘍ではなく胎児でした。胎児？赤ちゃんだったんですか。ああ、そんな、まさか、なんてこと。レントゲン写真から推定できる胎児の大きさは30週目、体重はおおよそ2キロほどでしょう。いつ生まれてもおかしくないくらいまで成長していました。そんな、私たち夫婦はずっとずっと子供が欲しいと願ってきたのに、私は妊娠していたことさえ気づかなかっただなんて。ここまで成長した赤ちゃんをずっとお腹に入れたままだったなんて。痛みももちろんですが、生活はとても困難だったでしょう。大変でしたね。カタリナが痛みを感じ始めたのは30代。胎児は死亡した後60年もお腹の中で過ごしてきたのです。これからの処置のことですが検討しますね。はい。石体、胎児が体内で死亡した後石灰化する現象ですが、これまでも世界で数百もの数例があります。一般的には取り除くための手術が行われるところですが、カタリナさんが手術が可能かどうか、まずそれを考えますので。そして専門家が集まり、高齢のカタリナにどのような処置をするのが一番望ましいのか話し合いが行われました。婦人科医、外科医など様々な専門医による医療チームです。そして最終的に医師が出した答えは、カタリナさん、我々が出した結論ですが、手術をしないという選択でした。石灰化した胎児はその一部がカタリナさんの体の組織と同化しています。90歳を超えるご高齢ですから、それを無理に剥がしてしまうにはリスクが大きいのです。つまり命の危険が伴います。摘出するよりもこのままの状態でいた方が安全であると判断しました。そうですか。手術をせずそのままの状態でいる、そう結論が下されたその後。カタリナおばあちゃん、そのままってことになったんでしょ。お腹大丈夫なの？痛くないの？ああ、お腹のしこりね。時々痛みを感じることはあるけれど、そんなに気にならない程度だよ。でもやっぱり思ってしまうのね、マルコのことを。あの人と二人で見た子供を持つという夢のことを。叶わなかったと思っていたのに、ずっとここに赤ちゃんがいたなんてね。ねえマルコ。それにしても
なぜこのようなことが起こるのでしょう。石体、石児と呼ばれ、胎児が死亡後、母体の防御システムで害にならないように石灰化してしまう現象なのです。医療の発達した現代では、この現象は稀なケースとなりましたが、医療が未発達の国や地域では未だに起こり、発見されています。はい、おしまい。医療が発達した国ではすぐに原因が判明するのでしょうが、医療を満足に受けられない、また設備の整っていない国では発見すら難しいのですね。日本で受けられる医療内容と保険の制度は世界的に見ても水準が高いのです。病院で見てもらえるというのは本当にありがたいことですね。おやすみ花子、皆さんも良い悪夢を。